はい、皆さんおはようございます。ヤシの木村チャンネルのヤシです。ヤシです。さあ、今の時刻が7時12分。昨日と違ってね、結構今日は余裕のある出発になっております。まあね、ちょっと1便目が引き取りなんで、はい、そこがあんまり早く行っても昨日混雑したんで、ちょっと時間ずらしていこうかなと思いまして、ちょっと、ゆっくりめに出発しております。さあ、ちゃんと詰めるかな？待ち時間がなければいいけど。さあ、なら、それでは行きたいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。ちょっとね、今日はね、タンブラーを、ボロボロなんですけどね、いつも、家のバリスタでコーヒーを入れるタンブラーなんですけど、トラックの中で忘れてた。だから今日はちょっとローソンでコーヒー買ってきました。はい、これね、いつも、コーヒー入れ忘れた時に買うやつです。これを結構好きで飲みます。はい、おすすめですよ。さあ、なら行くか。よし、気合入れていきましょう。はい、ちょっとね、シートの積み込みの場所、着きましたんで、今から積み込みやっていきたいと思います。はい、積み込み完了です。あぶねー、8時15分から朝礼ってこと知らなくて、ここで朝礼あるよって言われと思ってね、バタバタ積んだ。危なかった。ギリギリで、なんとか間に合った。はぁ、よし、さあ、なら、これを下ろしに行きたいと思います。さあ、行きましょう。はい、積み込み完了しました。今、9時49分ですね。よっしゃ。まあまあ、上出来、30分ぐらいかな、積み込みで。さあ、なら、行きましょう。今日の配達。なんかね、嫁さんがブリトーお腹空いたら食べりだって。ブリトーだよ。あ、いかん、むせた。さあ、ならブリトー食べながら行きましょうかね。美味しいよね。さあ、な、行きましょう。朝からきついな。さあ、なら次のとこ行きましょう。あ、そうだ、ブリトーこう。常温のブリトーってうまいのかな。わかんない。食べたことない。だいたい温めなきゃいけないんじゃない。昼飯かこれ。まあいいや。うまくね。ブリトーはやっぱ温めた方がええわ。パサパサする。はい、さ
あ、最後のところ終わりました。さあなんか面白い人だったリフトマンさんなんか気に入ってもらえてた、あの、よかったな。面白いねって言われたさあ、なら帰りましょう。明日も朝積みにします。さあ、それでは、お疲れ様でした。せっかくね、熊本来たし、ちょっと確かね、この辺の近くにね、馬刺しがすごく安くて美味しいところがあったんで、ちょっと寄ってみようかなって。これ通れるかな、通れる。馬刺し屋さんね、着いたんですけど休みやん休みやん。火曜日定休日なんかな。残念です。だまた今度ね、機会あったら年末あたりぐらいに、年末前ぐらいかなに、また来たいと思います。残念やな、近くまで来たからね、ちょっとね食べたかったんやけどな。さあ、なら、まあ、もうまっすぐ帰りましょう。よし、なら、行きます。はい、会社の方帰ってきました。ねえ、ちょっと馬刺し屋さんがね、お休みだったの、お休みだったのがね、ちょっと残念でしたけど。うん。まあまあまあ、まあしょうがねえですわな。また年末ちょっと行ってみたいと思います。はい、今の時刻が3時11分か。今日7時過ぎからスタートしたんで、まあ、ちょうど8時間ぐらいかな。仕事した時間が。うん。やっぱいいですね。で、明日も朝積みで、いつも通りですね。はい。なら、ま、これから、ちょっとね、嫁さんも今日はお休みなんで、ちょっとなんかしたいと思います。はい、なら、お疲れ様でした。美味しいですか？美味しいです。ナイフってどっちにもついたっけ？ん？ナイフってどっちにもついたっけ？左よ。利き手でもするかな？左よ、うん。はい。かわいい。早回すの早っ。もう食べっかけ。来たな。仕方ない。もう食べっかけですから。ね、うまい。おいしい。おいしい。食べっかけね。おいしい。